あっぱれやってまーす。さあ始まりました、あっぱれやってます。木曜日担当、城島茂です。城下城下本です。井上です。バイキン小峠です。青井翔太です。川北舞子です。小島真子です。さあこの番組では毎週月曜日から木曜日までアイドル、芸人、ミュージシャンなどさまざまなジャンルのメンバーが90分間あっぱれな番組をお届けします。よろしくお願いします。こんばんは。いや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 、席替え前回しまして、そうでした、はい、そうでした、一回やりました、やりました、うん、ねえ、はい、でまたその席にもう一回座ってやっていくわけですけども、はい、前回どうでした、席替えして。どうですか、感想。いいですか、はい、やっぱり男性陣がこんだけ隣同士だとちょっとね、ダメな気がします。うん、ちょっと話がね。誰がダメですか、一番誰がダメですか。リーダーちょっと待てリーダーエロ親父がすごい。いやでもそれはなんかまこちゃんが見えてないからだと思う。なるほど、なるほど。あと隣にいたからだ。そうだ、今までずっと隣でしたね。離れたから急に高はずか。そう、なんかリミッターになってたんだ。ジャニーズの横に AKB さんがいるから、うんうん、ここの両隣はやっぱりちょっとこう、ね、銀行法制、はい、小松法制でいかないとみたいな、うん、っていうのがあったんですよ。変わってないですよ。変わってない。法制関係。いや、そっかそっか、それが外れたからや。離れたから。そうだ、ね、なんか女子がね、しかも小峠、河本、井上って別にこっちに言うのは全然問題ないと思ってるから、翔太も含めてこっち男4人しか見えへんから。そう、でもまこちゃんすごい結構引いてる顔してましたからね。なんか何にも喋れないんですよ、そういう話をされてしまうと。まあね、そう、ほんまはな、ほんま喋りたいけど喋れない。違いますよ、ね、そういうことですか。元なですからね。ほんまも喋りたくないですよ。そうか、だからこれどうですか、ちょっと提案ですけど、僕と小島子変えませんか、やっぱり。変えましょう。やった、変えます。変えたいよ。っていうのも小島子ももうあの離れた席にいるから、もう気が緩みっぱなしで、うんうんうん、全然ですよ。口を開けろよ、だれは垂らすわ、もうここに嘘を言わないでください。やっぱり川北麻友子さんがそういう面じゃないと仕事をしないですから、うん、ラジオを放棄します。いや、ここで眠そうにしてたけど、ここで眠そうにしてたけどだからそこでね、その席でね、いやもう大人になったから、井上さんの横、うん、間に挟んで、うん、まあ、悪いことしたら注意するという社会人、社会人。あと気づいたのは、はい、小野さんの席、はい、隙間風来ますね。そうなんですよ、寒いんですよ。それ上のところから空調が出てて。あ、そうなんですか。そうなんですよ、こっち側寒いんですよ。で、僕はね、暑がりなんで、そこにいつも半袖じゃないですか、はい、スタジオの中で、うん、僕もあのジャケット脱ぐんですけど、はい、スースーして先週、今週もですけど。あ、なるほど、寒いですか。ここでようやってたな、半袖でって思って。ディレクターブースに近い方 の、うん、あの窓に近づくのが上から出ますから。この間帰りすっごい寒いな、鳥ふわっ姉ちゃんタイミングがない。ごめんなさい。鳥肌がすごくて、焼き鳥食べようかなと思って。あら、あら、それは大丈夫です。まあ大丈夫です。下ネタじゃない。あらじゃない。親父ギャグまでは大丈夫。はい、大丈夫です。セーフです。小峠さんどうでした、この席。僕この席良かったですね、先週やってみて。はい、そう、でも教えてくれる。あ、そっか、いっぱい教えてくれる、うん、何を。俺の横いや、そんなに。いや、もう俺じゃないよ、もう小峠が全部やってくれるから。お、うん、で教えるちゃんといろいろやったー、うん、万円にお嬢はもう何。そうだそうだ、いや、あのコーナーやめましょう。万円さんのあのコーナーもう俺やんないです。教えて、これどうですか、あのコーナーをやめたいか、ここの席を譲るか。もう汚ねえなやり方が。あ、それいいね、それいいね。私に譲るか、そのコーナーやるか、どっちか。なんだなんだ、なんでその人やるんだよ。座りたい、あそこがいい私。いや、俺あのコーナーはでも俺ほんと嫌ですよ。俺はでもあのコーナー続けた方がいいと思う。うん、楽しい。いやいや、楽しいな。楽しい。あれあんな身を削る数分間ないですよ。いやもうないよ、でも削ることない、まあ、あれだけやったら。いや確かにね、もう全部出したもんな、うん、もうないだろ。確かにあれ以上削ることはないか、うん、全部言ったもんな。あと救うだけ、あと、ね、みんなを救うだけ。みんなを救う。あ、そうね、そう。それだったらいいよ。みんなを救うコーナーだったら別にいいけど、うん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 、なんか俺のなんか、まあ、内容だよね。根掘り葉掘り聞くコーナーみたいなところ。ワンクールやってみよう。
あ、いいですね、いいですね。わかりました、わかりました。ね、はい、多分じゃあ、この席でいいですか。多分、今住んでるマンション引っ越すことになりそうですね。うわー、ワンクール、俺なんで全部の住所言ってる。俺家の住所とか言わないですからね。LINE の ID だけ教えてる。いや、そう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 、言わない、言わない。LINE の ID 知りたい、知りたい。いや、だってこの間なんかで、河本さんで先週なんか、だってあのマンション名言えとか言ってて、言うわけないじゃん。でも木魚だから。そう、木魚つけるよな。木魚だから、木魚でわかりますって。カムフラージュ、もう木魚カムフラージュなってないんだよ。あの聞くときはもう木魚跳ねてみんな聞いてるから。クールは長い、ワンクールは長い。じゃあ全8回ぐらいにして、まずお試しで8回ぐらいにして、8回、8回もちょっともうちょっと3回、3回海外ドラマみたいなね、8回で、最後お試し期間、最後に数字だけを、携帯の数字を全8回にわたって言っていく。どう、住所、キーワード、キーワードだ、いいね、いいね、最高。俺なんで携帯の番号言うんですか。どういうこと、 8桁だけ言うってこと。そう、080までは俺がもう言うわ、仕方ない、もう俺言わした、俺が言うわ。で、後の8桁なんでお前が言うの。でも知らない、もう遅い。言わんからね。言わんもん、ね、じゃあ俺が言いますよ、080は俺が言います。言うんだ、やった、言ってくれるんだ。080は言うよ、俺別に他の8桁言わないけど。じゃあそれか、これも席を譲るかだったら、やっぱもう、もうやるんだね、じゃあ、うん、いいですね、席を譲るか、とりあえず、とりあえずですね。その場合は、あの、うん、全部の質問ちゃんと答えていただかないとね、一、うんうん、回でもスルーしたらもうこの席は、うん、もう私のもの、うん、え、なんだ、なんだ、剥奪、私のもん。いや、なんか俺もなんか当てつけがすごくないですか。すごいよ、俺の当てつけ。仕方ないじゃん、こいつや思てんちゃう、こいつや見つけた、やっと見つけた、いじるのこいつや思てんちゃう。すげえ録音されてんすよ、マジで。パシリ、俺は変わった方がいいかなと思うんですけど、バランス的にはそうですよね。そうですね、女子が真ん中にこう、一回俺ここ来させて。あ、いいですよ、試しで、試しね、どうなるか、どうなるか、変わらないかもしれませんよ、このまま。何が右左変わるところですか。はい、席がね、二人が、うん、市場課長の立ち位置、まあ、俺別どこでもいいんですけど、立ち位置、立ち位置がね、低いでしょ、はい、みんな座るんで、座高は高いんですよ。俺下げてないから、足が短いんだ。確かにそれある。どうです。あ、俺でもここがいいわ。どうですか、みんな見えるから、うん、ここがいい。なんか議長みたいですね。じゃあこことここは入れ替えだね。小島こと河本の位置を変えてみます、うん、お試しで、うん、やってみてください。はい、お試しでね、うん、かわいそうに。本当は翔太くん1ミリも変わらない。翔太くん変わってない、全然。もういいです、ここで。あ、なんか戻ってきた感じある。あ、俺少しでもなんか、あ、俺これいいかも、俺。いいっすか。あ、いいじゃん、いいじゃん。いや、なんか作家さんみたいですね、そこいると。そうですね、うん、なんか俺これいい。全部見渡せる。翔太、試しに翔太どこに座ってみたいな。いいよ、お試し、試しに、試しに、試しに、翔太、お試し期間中だから。そうですね、もう結構川北さんが、あの、うん、7番に座りたい座りたいって言ってるんで、ちょっと小峠さんのとこ座って、ちょっとお試しに、なるほどね、住所試し、お試しが万円、ほら万円、500万円、これ固まるやん。これこれリーダー、うん、これで行かしてください。めっちゃ綺麗。リーダー、これで行かしてくれ、頼む。なんかすごい、もうこれで行かしてくれ、これで行こう。いいですよ、これでいいですよ。いや、いいよ、この位置や、この位置、なんか面白いですね。やった、うん、これいいかも、うん、この並びだよ。マクはそこでいいな。ここだったら、ここだったら僕、川北さんといつでも僕、あの、交代してもいいですよ。そうです、まゆちゃんは、この河本席が、その一番。あ、全然いいですよ。これちょっと、試しに変わってみて。あ、オッケー。じゃあ、真ん中来ます。真ん中ちょっと。寒いんでしょ。ここに来させよ、絶対。ゲホゲホ言ってんじゃん。寒いのよ。あ、お菓子届く、やったね。そうそう、はい、試しにどうですか、それ。なんか変だね。お試しですけどね、今お試し期間。はい、お試し期間。あそこリーダーさっき隙間風が入ってくるとか言ってましたけど、そうそうそう、こんな立派なビルに隙間風来るわけないですよね。いや、ほんと涼しいよ、ほんとに。あ、ここいいな。でもなんか寂しい、ここ。あ、違うんだよ。そこでも仕切りの席だからね。あ、そっか。中の方が輪に入ってるって感じはしますよね、寂しくない。こことリーダー、僕のとことリーダーのとこ今最高ですよ、うん、最高。翔太はどうですか、そこは。うん、ちょっと寂しい。え、あそこ寂しい、寂しいと思う、うん、あららら。ら、いや、でも私いいや、ここで。そこでいい、そこでいい、はい、うん、ここでいいです、私。俺どこでもいいです。小島子ちゃん、そこどう。え、でもいい感じです、ちょっと右が。なんで俺がいい。じゃあ、やっぱり小島子ちゃん、あの、ここ甲子園席に座ってみたら。いやいや、楽しい、楽しい、受けるから。例えばね、例えば、例えばね、
女子が横並びになるっていう。初めて、すごい。本当だ。こう、そういう。なんかでもすごい。なんか変な。視界が全部男だ。そうだ、そうそうそう。あ、今までは違ったからね。そうですね。甲子園が見えてたからね。ちゃんと見えてなんかすごい。なんか違う番組、違う番組みたいな感じ、コンパみたいね。割と暑苦しい男がいっぱい集まってるよね。みんななんか。そうなの。いや、すごい、すごい景色。うん、いいじゃん。これでいいと思う。小島子どう？そこ。あ、いいですよ、私は。なんか、はい。すごい。どうですか、リーダー。やっぱ峠がね、峠が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 、何の席替えをしたんですか。これでいいですか。そしたらこれでいいの。今週は、まあ、今週ちょっとこれでやる、今週一週じゃあ、翔太、うん、いいそこでじゃあ一回やってみる、うん、寂しいんやろ。あの、かまってくださいね。かわいい。いいよいいよ、かまってください。ちゃんもかまってあげてよ。じゃあ、うん、かまっでね、なんで止まるの、なんで止まるんですか。じゃあこれでちょっとこの並びでいきますか。はい、わかりました。順番これ説明します。ちょっと説明しましょうか、一番。あ、そうですね。峠は嫌なんじゃないの。そうです。いや、誰も俺に聞いてくれないんですよ。おさくさに紛れていいとこ取っちゃった。そうですよ。峠は断固ここがいいって言ってるの。峠はペイペイだから仕方ない。俺嫌だからね。俺嫌なんだよ。しかも椅子が一番しょぼい椅子だから。そうだ、手すりがねえんだよ。コーナーもやるからね。そう、僕の座ってたとこ手すりないんですよ。そう、やだよね、これ。椅子のクオリティも低いよね、これ。いや、でも峠ダメだよ、これ。ほぼパイプ椅子だよ、この。入ってる、入ってる。まだ早かったんだよ。何で入れてなんだよ。何で入れてなんだよ。似合ってる、その席が。一番が川北甲子園でしょ。で、そっから U の字型に小島子が行って、作家さんが行って、河本、そして万円和尚がいて、リーダーがいて、井上さんがいて、翔太がいるというこの U の字型で、今週はちょっとやってみましょう。はい、お送りしたいと思います。さあ、それではここで一曲聴いてください。 TOKIO のナンバーでフラジャイル。城島茂です。MBS ラジオからあっぱれやってまーす。人物方程式のコーナー。人の内面は必ず行動に現れる。何気なく取ったつもりの行動にも無意識のうちに本当の あなた自身が顔を出しているのです。このコーナーでリスナーだけが知って、こんなことをするイコールこんな人という人物方程式を紹介して我々 MC 陣が成立しているかどうかを検証しますということでございます。はい、では参りたいと思います。はい、こちら東京都のペンネームお花ちゃん、お花ちゃん、うん、子供が大きくなっても自転車のチャイルドシートを取らずにつけている女イコール、うん、テレビのリモコンをすぐなくす。あ、へー、そうなんだ。めんどくさがりってこと。そういうことなんですよね。だから所定の位置に戻さない。毎回どこ行ったっけ、どこ行ったっけ、必ずどこ行ったかになるというリモコンが、ふたなくすとかね。私いつもどこ行ったっけなってる、リモコン。うん、なんで違うの。あの、普通のリモコンじゃなくて Apple TV のリモコンがね、こんぐらいちっちゃくて。わかります、銀の。そう、銀のこのぐらい。どのぐらい焼いてんの、ラジオで。USB ぐらい。あの、そう、なんだろうね、あのガムのパックぐらい。あー、梅ガムぐらい。そうのパックぐらいなんだけど。梅ガム、梅ガムじゃなくて、ガム全般ですもん。梅とは限んない。そっか、そう。あ、バナナのガムもありますよね。いやいや、ガムの種類じゃないですか。ガム大体一緒ですから。イブロッテのガム一緒でしょ。イブね。イブ懐かしいですけどね。喋っていいですか。爽やかなやつね。ローズ味って峠。なんで俺だけ注意するの。みんな喋ってたの。それがなくなるの。そう、それがいろんなところにスッて入っちゃって、しかも滑りやすい生地なの。だいたいソファーの裏あるよ。そうそう、大体ね、そうなんですよね。そうなんや。あとゴミ箱に捨てちゃう。そういうの。もう自分の意思だ。違うの、あのね、あの、ソファーの隣にスタンドみたいのがあって、スタンドのすぐそこにあるの、ゴミ箱が。
だから、あ、それとかになってね。そう、おこ、なんか 見ずに置こうとして、ティッシュの上に置いちゃったから、音もしないし。だいたいそれをなくしやすい女性って、あのピアスのキャッチなくすよね。ああ、受け手ね、受け手の方ね。ピアス開いてないの。開いてないのか。うん、もう元も子もないよ。開けときなさい。あ、ごめんなさい。よくなくします。よくなくすね、そういうのね。岩手県ペンネームしょうまこちゃん。あ、また来てる。はい。SNS にアップする画像を何でもかんでも色あせた感じのセピア色に加工する女イコール、うん、偽物のエグザイルみたいな彼氏がいる。これはちょっとわかるかもしれない。絶対そう。絶対そう。絶対そうなの。絶対そう。最近ピンときてるね。結構ピンときてます、ね。偽物のエグザイルってどんな感じよ。いやわかるわかる。憧れてる感じのね。サングラスかけてちょっと坊主で、なんかちょっと日焼けしててね。ちょっとひげある。ちょっとひげある。ちょっとひげある。それは口ひげ。それ口ひげ。皮切る。あ、皮全然切る。そうそう。絶対そう。わかるね。セピア、セピア色に加工する女子いるもんね、SNS でね。いますね。これはなんでなん？綺麗に見えるから？そう、盛れるんですよ。盛れる。盛れるっていうのは？可愛く見えるんですよ。おしゃれに。なるほどね。セピア色で可愛く見える？なんか唇もちょっとオレンジにこう、変わるやつもありますよね。あります、あります。いろんな加工があります。加工で。あの、ビールの CM みたいな感じ？ああ。みたいなこと、ビールだけ色ついててあと全部セピア。ああ、そうそうそう、できますね、できますね。ああいうのもできますし、口とかチークだけとか、いろいろできますね。チラッと見てたら、あの牛乳、銭湯とかで売ってる牛乳の瓶あるじゃないですか。あれをセピア色で SNS に出してるやついたんだけど、全く意味が分かんない。食べ物とか加工する人ですよね。食べ物とか飲み物を加工してしまうね。でもちょっと雰囲気が出るじゃん。何のなんかカフェ感みたいな。SNS 用みたいなね。そうそうそう、ちょっとおしゃれ感みたいな。だからそれに、そうおしゃれ感を出していくと、突き詰めていくと、その外資系のカフェのあれだけを、だけを取ってすぐ SNS に上げる人たちに繋がるじゃん。そういう人たちも SNS でセピア色加工好きよ、そういう人たち。好きです。限定のもの飲んでね。牛乳をセピア色にしたらおしっこ入ってみて見えるんですか？逆に？逆に？小島さん怒ってますよ。いや違う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 。あの一意見としてよ。いや鬼みたいな顔してるけど。鬼の子だ。牛乳をセピア色にしたらおしっこに見えるんじゃないか。見えません。あ、そう。俺見えるけどね。教えてよ、お前、おしょ。はいはいはい。来た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 。やったー、私が一番好きなコーナー。もうコーナーが違う、違いますよ。はいはい。好きなんですか、そういうの。いやいやいや、そういうことじゃない、そういうことじゃない。そういうプレイが好きだ。そういうことじゃない。そういうことじゃない。ちょっと気持ち悪い。信じられない。いやいや、あの、想像だけで気持ち悪くなるね。トッキー5本だった。違う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 。トッキー5本。バカじゃねえ、バカじゃねえ。本数言うた。何を言うの。青森県ペンネーム青コーナー赤松。はい、久々。ちょっぴり胸元が見えるウェアで公園などをランニングする女イコール顔の雰囲気がメイジェ。あー、ちょっとわかるよ。イメージできるな。顔立ちがはっきりしてる感じがね。生地がね、あのタタオル、タオル地、タオル地のあのセットアップですね。ランニング、あのピンクか、可愛いね。か、あのその水のペットボトルの色ぐらいのやつ。それの上下。後ろで一本結んでね。おろおろおろ。結んでますよね。ほんでもう背中のお尻の付け根にタトゥー入れてる。蝶々。そう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 。すごいな。ナイキのなんか着てそうやな。おろおろおろ。それのあの黒の上下のセットアップで、あの生地があのタオル地。ああ、おるおるおる。金の線が入ってる。ある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 。ほんで趣味は何言ってた？ホットヨガみたいな。ある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 。やってそう。で、あのキャップをかぶって、キャップの後ろのあの三角形のところからポニーテールを出すんですよね。あー、それだけはちょっと違う。ね、これだけ誰も共感してくれなかった。ちょっと違う。あーって言っちゃった。一人だけあーって言っちゃダメ。あーって言っちゃったじゃん。わかる。分かっちゃダメなんだよ。3段落ちなんだから。はい、すいません。3回目は様子見て。でも偉いじゃん、コンマ何秒で気づいたから、あーって言ってもらう。やべえ、私だけ言ってるわ。他にさんの下、可愛い下出した今ペロッと。まあ可愛い。猫がゼーゼー言ってる時と同じぐらいの下の中で。病気じゃないから。怖い。可愛い。病気じゃないから。可愛い。
病気の猫可愛くないですよ、ちょっと舌出てるような病気の猫、病気の猫可哀想でしかないからね。ペンネーム足草まんじゅうキック、あ、はい、ありがとうございます。ほつれた糸を手でちぎろうとして引っ張ったらちぎれずに糸がビーッとなる女性、あ、知ってる、やったことあるでしょ、分かる、めっちゃ分かる、イコール西野カナが好き、あー、やる、好きだもんだって、なんでだらしないってこと、いや違う、気づかないね、大雑把なのかな、大雑把、ハサミ出して切るのが、まあまあまあ、絶対ハサミで切った方が、ね、一番綺麗ですよね、綺麗に終われるのに、わかるんですけど、めんどくさい、でもこれが繋がってるっていうこと知ってるのにビーってやるじゃん、こ、うん、ちゃうっていうレベルで、そういうこと言えるのこんので絶対焼き魚にはいかないんですよキッチン臭くなるから、なるほどね、そう、ワンキレイだと、ライターの、うん、自分の吸ってるタバコのライターが切れてもうて、うん、あのコンロで火つけおるんですよ、そんなんじゃない、危ないでって言うてんの、ほんで前髪燃えとんの、いやまた燃えたん、和食だいぶ昭和やけどな、そうでガス玉買うんやろ、ほんでガス玉ってなんですか、50円ガス玉ってなんですか、ガスでしょ、ガスつけるためにコイン買わなあかんね、ガス玉そういうタイプの人でしょ、身長120センチぐらいの冷蔵庫持ってるわ、ちっちゃすぎる、持ってるね、冷蔵庫、奇抜な色の冷蔵庫持っとんねで、お米炊いてご飯をラップで包んで冷凍庫入れてるの、焼き魚焼かへんやん、ほんまに、お、誰か知ってる、いますよ、西野花好きな子はなんでよ、冷えピタも冷蔵庫に入れとんね、目薬と冷えピタと乾電池、乾電池、え、なんで目薬入れちゃった、目薬と冷えピタ入れてる、軟膏、あの、もう軟膏は入れないよ、入れとんね、で、中華行ったら北京ダック食べたがるでしょ、あ、食べたい、マクロスルーツ、値段も知らんくせに、うん、あとフルーチェよく作る、フルーチェ作るなら作ったことない、でもいや、作る、それは違う、フルーチェ作る、いっぱい作ってもうすぐ食べられへんねん、もうアホやから、もう分量分かってんから、なんぼ作っとんねんって、フルーチェ、フルーチェあるけど、いちごやろ、フルーチェいちご、いちごのやつね、もうすごいって分かってんのに、自分でもう一回、いやほら、ほんまに揺れる、すごいって言うとんねん、フルーチェ作ったそう、こんなに揺れんの言うて、フルーチェすげえ揺れますもんね、揺れる、パピコちぎった時に一個だけもう上蓋開けるぐらい半分にできへんねん、イメージ悪すぎるな、チューブの生姜が2本入っとんねん、チューブの生姜2本入ってるかも、増えるわかめちゃんがもう期限切れやね、2014年ってなってる、みんな悪いあれ、どっちこれこっちどっち先こうたっけとか言うと7月までやから大丈夫かって言ったら、いや違う、年が違うで、もうお前14年って書いとるぞみたいな、あ、よくある、それよくある、よくある、岸和田氏、ペンネーム佐田吉、はい、駅でおもらしして号泣しているサラリーマンイコールバイキングの小峠のファン、バカじゃないですかご本人、ろくなやついねえじゃないですか、こんな駅でおもらししてないとそんな人いますね、いや、いないよ、まずそんなサラリーマンおもらししないでしょ、これは逆ですよね、またこれちょっと間違えたね、佐々木さん、どういうことですか、バイキングの小峠イコール駅でお漏らししてやってないですよ、サラリーマンたち、はい、俺漏らさないですよ、俺、はい、やだ、さっき俺おしっこと言われて散々怒られたのに、ここに来てまたおしっこ漏らすって何なんですか、これおしっこと言ってないです、駅でお漏らしして、いや、おしっこですよ、これお漏らしって、おしっこでしょ、いや、おしっこじゃない可能性もあります、お漏らしって汗、汗を漏らす、何どういうことですか、汗漏らす、汗お漏らしって何ですか、サラリーマンの小峠がお漏らししてるって、駅でってことですか、そうです、サラリーマンの小峠が駅で大便などをお漏らしして、うん、いや、より悪いですよ最低、グレードアップ、いや、最低だから、してねえから、してねえんだよ、最低だ、本当にもう、以上、はい、今日は以上ですか、まだまだ送ってほしいね、もうちょっと、最近どうもちょっと少ないですね、西野かな、確かに、なんか落ち着いてきちゃった、ちょっとサボりがちですか、いや、もうないんちゃう、いいと思います、いい傾向だと思いますよ、そこにね、そうですか、小野ののかも中村アンも来ない、うーん、何をサボってるんでしょうか、サボりとは思わないですけどね、出わけでもない、ね、もっと注目してみてるとは違うんですね、うん、もっと注目してくださいね、これ小峠さんのやつはいらないね、小峠のやつはね、カットしましょうね、いやイコール小峠のファンってなったらなんか変な感じになっちゃう、こう違うじゃん、だってまあ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 違いますね、だから小峠のファンがいないんじゃない、ね、いるって言うんだよ、いるんだよ、本当に本当ですか、うなぎ屋がいるんだようなぎ屋の大将、うなぎ屋のおっさんが、おっさんちゅうがまあ30歳ぐらいのやつで、うん、それが毎回出待ちしてくれるんだよ、すごい、で、ファンレター便箋に7枚書いてくるんだよ、
いいな。うなぎだから。いえ、関係ない関係ない。関係ない。どこにかかったの？いや、わかんなかった。びっくりした。毎回7枚。びっくりした。うなぎの日だ。僕のお笑いがでどんだけ助けられたかっていうの。素敵、はい、今があそう文章もあれですよ、なんか小峠さんのお笑いで聞くとそれは私の血液と骨となり旋律が背筋を、ほとばしりとかそんなの小説みたいな、たまにいるね、ファンレター書いてくる、いますいます、そう、それを大切にした方がいいね。いやもちろんね、大事にしてますね、一人しかいないんだから、いい、もっといるって、どう聞いてんだよ、ぜひうなぎは聞いてたら送ってくださいね。いや、うなぎは送ってほしいですよ、あいつ。あいつ、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 だって俺もう何回も会ってんですよ。ああ、うなぎ屋にも行ったの。素敵。10個下で、だもんね。10個下、10個下。ね。10個下。ファンがいますね、でもね、うんうん、まあ、そういう方も含めてですね、ぜひ、はい、送っていただければと思います。お願いします。宛先言います。やるもかとマーク MBS1179.com、 やるもかとマーク MBS1179.com までよろしくお願いいたします、はい、以上、人物お手式のコーナーでした、うん、それではここで一曲お聴きください。 AKB48 で君はメロディの井上です。 MBS ラジオからあっぱれやってまーす。長島スパーランドでは特別イベント、世界初ティラノサウルス大解剖恐竜大発見展を好評開催中です。世界最高峰の特殊メイクアップアーティストと古生物学者の手によって内臓や筋肉の構造までをリアルに再現された全長約13メートルのティラノサウルスの標本が長島スパーランドにやってきます。まるで本物の恐竜を捕獲して解剖したかのような臨場感のある展示となっています。世界初ティラノサウルス大解剖恐竜大発見展、長島スパーランドで好評開催中。クイズぴったんこ感覚、こんばんは、久留米博士です。このコーナーは我々 MC 陣の感覚を予想するクイズコーナーとなっております。回答者がお題に対してちょうどいいと感じるぴったんこを他のメンバーで予想します。答えが回答者とぴったんこだった場合は5ポイント、予想の中で一番いいと思うニアぴったんこ賞は1ポイントでございます。はい、今回の回答者は翔太、よろしくお願いいたします。またですか？うん、どうしたの、どうして、僕結構前やりましたよね、レギュラー、うん、知りたい、いろいろ知りたい、知りたいんだよ、翔太のこと当てたいんだよ、そう、楽しい。大丈夫です、大丈夫だよ、当てたいんだよ、こっちが聞きたいわ、ね、お前がなんか変なこと言えば言うほどこっちも盛り上がって、お前全部やらなあかんねん、俺それほんまに声が潰れんねん。いや大変そうでしたね、前回翔太、ただしもうヘッドホンしてから、で、あのスタッフの人がトントンとして、なってからはもう全部入ってると思ってください、全部スタートしてると、答えだけを言うんではなく、もうそれも全てが入っていると、そう、どうさ、我々はそういうところも予想してますよっていうこともちょっと念頭に入れながら、うん、ね、あの、でもあれがままに出しますよ、そうです、もう翔太、翔太らしく、はい、翔太ここまで出しますよ、あれがままに出しますよ、バカにしてんじゃん、あれがままに出しますよ、似てるのよ、みんな見てますよね、みんな見てますよね、わかりました、はい、わかりました、じゃあヘッドホンよろしくお願いいたします。はい、ヘッドホンしました、よしました、しました、聞こえてないですね、今ね、ね、音楽流れてます、はい、はい、流れました、うん、さあ、それでは参りましょう、うん、お題はこちら、ペンネームのしょうまこちゃんからのお題でございます。ありがとうございます。一番嬉しい差し入れは何でしょうか、ということですね、翔太が思う一番嬉しい差し入れは、翔太もまあライブとかも やられてるんでしょう、そっか、そうですね、そっかそっか、そういう時に一番欲しい、あ、まあ声優さんですからね、わかりました、うん、っていうところもね、一応、なるほど、声はね、声が、確かに、井上さんがずっと絵描いてるんですけど、あれはいいんですか、なんですか、
コアラです。コアラ。コアラのマーチ。でも2人描いてるの。問い目2人描いてるの。コアラのマーチ。喋ってる間ずっと2人コアラ描いてる。だいぶ問題僕らめったに描かないですよ。メンバー。いや、めった、いや、めった、1回でも描いたらダメですよ。コアラ本番中に。わかりましたか？はい。わかりました。私いいですか？鼻ほじてる人もね、だってバトムな人いないから。あなただけにはやるてかありません。うるせえ、鼻ほじってんじゃねえよ。ごめんなさい、失礼しました。どうぞ。はちみつ。ああ、声だし、なんかさ、すごい女子力高いから、そういう、なんかさ、もう一度お願いします。どういう感じ？はちみつ。似てる。なるほどな。あ、ありそうやな。はちみつ。似てるのも。はちみつ。スーパーに入るからね。一応入りますから。似てる？それいきなり外していきなりってことですね。そう。うん。うん、そうですね。外して。うん。結構割とね、外してからあんま喋らないんですよ、彼。うん。割と早いんで。読むだけ読んで。うん。その後に。はちみつ。はい。僕はね、これなんかちょっと分かるなって気がしたんですけど、その女子力じゃないけど、まあ、あのヘッドホン外してお題読んで、一番嬉しい差し入れですか？なんだろうな。演技力がすげえ。まず、正面から見ると普段演技が多いのよ。で、そこでボリュームが多い。でも。その気持ちが一番嬉しいけどな。あ、シュークリーム。いや、急にシュークリーム来ました。シュークリーム急じゃないですか。シュークリーム。やばすぎる。そこまで。急に思いついたんですね。急に思いついた。なるほど。気持ちが欲しかった。気持ちが一番嬉しいって言ってたんで。気持ち嬉しいんだけどなって言いながらシュークリームが急にシュークリーム来んのか。ちょっとひらめいたっていう。ね、リーダーです。TOKIO のリーダーですよ、皆さん。今の人ね、満勤でやってますよ。顔もすんごい顔されてますね。すごい、本当にそれ伝えたい。演技力すごいとかね。面白い。はいはい、どうでしょうか。そうなると万円住職いかがでしょうか。僕はやっぱりね、はちみつ同様やっぱ喉をね、やっぱ職業で、そう、職業で喉を大切にすると思うんで、だからまあこれ取るじゃないですか。これ取りますね。喉シュッシュするやつ。喉シュッシュ。そこまでですね。俺がしんどい言うてるやろ。喉シュッシュする。パオンよりしんどいで、これ。パオンより。陶芸さんいつも勢いだけなんだよね、本当に。知ってるよ。全員思ってんだよ。しかもなんか結構回答が真面目だよね。一番恥ずかしいやつ。それは恥ずかしい。それは恥ずかしい。シュッシュするね。それは恥ずかしいこと言う。それは恥ずいね、ほんまに。それだけやめてください。まこ行きましょうか。どうしようか。でも私もちょっと喉関係かなと。まあね、声優さんですからね。そこは外れないだろうな。そこはね、ちょっと、まあね、一人シュークリームというお答えもあります。いや、まあ、いや、大穴ですよ、これは。じゃあ、つけてるじゃないですか。外します。ドキドキするなぁ。お、一発ください。いいですね。ええねん、もう。ドキドキするなぁっていうのを一発いただいてから。あ、差し入れかぁ。なんでも嬉しいけどなぁってのも一発ください。おぉ、いい打てるやろ、いいじゃないですか。からの。何がからのやろ。生姜茶。いやいいね。あるかも。そんな渋いとこ言う。いや、でも一番効きますよ。そうやね、生姜。いや、知ってるからね。いいかもね。甘いもん。これ甘いもんも好き。これは前回お菓子好きですもん。そうなんだよ。ティーボンステーキが来る可能性はないですか。ないです。そうないね。かぶせね。かぶせて。もう忘れちゃってるよ。今ティーボンステーキみんな忘れてました。ティーボンステーキって何ですか。来るか、ティーボンステーキ。来ないですよ。時空を超えて来ない。井上さん行きましょう。
甘いのだと思うんですよ、ね、お菓子好きなんですよ、うん、その辺皆さん覚えてますか。結構チョコレートも食べますし、本当におやつの近いところに行きたかった、ね、うん、お菓子かなり食べます、うん、本当に好きなんですよね。そ好きだった、うん、何食うてんの。ほんであの子何食うてる。チョコとか、ね、チョコ食うてる。そうチョコ系が多いんですね。チョコのポッキーとか食べて、はい、うん、行きましょう。うん、まあ、外します外しますか、はい、ちなみに、うん、それか、まあ、外さないっていうお穴もあります。もう外しませんっていう人もいます、ね、中にゼロ倍ですよねそれゼロ倍ですね、そんなアナーキーな人間じゃない、はい、いいですか、はい、外します、はい、長い長い長い1試合目第一発くらいの1試合目よ。甲子園って長い長い。こないだは一足からなんか上げてったけど、そう、あそうこの間ギア入りましたね。ギア入って、ね、あれめっちゃ喉飛んだのよサイレンまず一発ください。もうええってサイレンこれ絶対あ言うからだってしょうがないよ。いやもうな言わんて。何ですか。何だろう。なんでわかんないんですか今。何ですか。差し入れですか。なんで古畑さん入ったの。いっちゃいちゃ本人なりきってますから。これここまで一発ください。そうだなそうだなうん長長い書く方が大変ですよ。ザコシがやる古畑みたいな。もう手も口に持ってってますからね、うん、完全に古畑さんになってます、はい、銀だこあ銀だこはちょっといいかもしれないですね。美味しいですからね。ネギ塩の、ネギのやつ、ネギだこ。ネギ塩って何だったんですか。いやあの天つゆにつけるパターンのやつなかった。ネギ塩それですよね、うん、いやここはやっぱもう甘いもん好き言ってんねんから。そうそうそう。いやチョコはチョコですよ。いや甘いもんが出てこへんかってん、うん、俺は。あなるほど。いやチョコの詰め合わせですよ絶対に。それはうーん答えとしてはね。あじゃあそれですね。いやいやただいいそのまだそのチョコの詰め合わせは確かにチョコの詰め合わせですけども、うん、それちょっとその前いきますね。その過程がありますから。いらない詰め合わせまでの、うん、外します、うん、歌が流れてたよ。なんでこんな歌が流れるの。ここまで一発バカなのまだそんなこと言ってんですか歌が流れてると初日なの何回もやったでしょ。もうヘッドホンって言うんだ。文明の素晴らしさに感動してやーすここまで一発してやーすあー文明に、まあまあね、文明に驚きますからそれっぽいね。でチョコって言うさらっとそこさらって言うんですね。文明の域に驚いた後にチョコって言うんですか。チョコ、うん、なんていうかチョコの詰め合わせテカって言う。テカ、うん、語尾がフリーな、うん、の巻きかどちらかにしてください。服部君みたいな感じになるんで。服部君みたいになるか今日当てる気ないね。全員や全員当てる。いや私真面目にやりましたよ。シュークリームでしょう、まあね、シュークリームの前がすごいんですよ。すっごいの出てるんですよ。いやすごいの出てますよ。ドキドキするなぁ言うと思う。もうと言えるかなさあ今日もヘビですね頼むわ。よしさあ行きましょう。ペンネームしょうまこちゃんからのお題でございます。はぁ、あ、はい、ということははい、どうぞ言ってください。あー結構ありますけど自分の中でお題いきましょう。はい、うん、一番嬉しい差し入れは何でしょう。そうですね、うん、僕は甘いもの好きなんですよ。甘いもの好きで、うんうん、なるほどね、こっちなんだね、うんうん、やっぱりお仕事の最中とかは、うんあんま、あの糖分がすごい必要なんですね。やっぱパワーいるんやね、うん、そうパワーいるんです、はいはいはい、あのずっと台本をこうやってこんなに厚く太い あのラジオ的じゃないですね、あの分厚い台本をめちゃくちゃ読まないといけないので、うん、糖分が欲しくなるんですよ、うん、はい、一番あの、まあ、最近もらったものでもあります、はい、マカロン、うん、あー女子力や。女子力高すぎる。女子だ。
な。どうやって食うんあれ。ね、私たちを上回る女子力だね。女子より女子だ。女子はこれか。マカロンってどうやって食うんあれ。いや、そんな難しい食べ物じゃないでしょ、マカロン。食うタイミングないでしょ、マカロンって。でも美味しいけどね。美味しいですね。誰もいないんですか、正解者。おるか、マカロン。マカロンは出ないな。さんの発想にはないな。ピッタンコ感覚はなかったので、ニアピッタンコ感覚、はい、今から読み上げますので教えてください。その中でもマカロン以外で本当に欲しいものはこれかなっていうのを教えてくださいね、逆にね。はい、わかりました。じゃあ一人目からいきますね。はちみつ。で、続いての方が、あ、それだけなんです。はい、一番嬉しい差し入れですか、なんだろうな。でもその気持ちが一番嬉しいけどな。あ、シュークリーム。なるほど。いや、完コピですよ。まあ、うまい、うまい、うまい。続いてがのどシュッシュするやつ。なに、伝わってます、大丈夫ですか。今伝わった気がします。ちょっと短かったよ。あれから、のどシュッシュするやつ。のどシュッシュするやつね。やばいですね、マジで。でもちょっと短かったんで、本人が一番笑ってるけど。そうですよ、本当に自分でやるって感じです。ドキドキするなぁ。あ、差し入れか。何でも嬉しいけどなぁ。生姜茶。なるほどね。なるほどね。いいですね。みんないいとこついてますね。あ、なるほど。そうですか。はい。で、続いてが。何ですか、何だろう、差し入れですか。手もやっぱ古畑みたいになって、うん、そうだな、そうだな、長いよ。銀だこ。ネギのやつ。ソースじゃない。で、続いてがですね。歌が流れたよ。ヘッドホンって言うんだ。文明の進みに感動してやす。チョコの詰め合わせ。てか。てか。なるほど。まあ結構甘いのよ。なるほど。甘いのと喉をいたわったやつですね。はいはいはい。はいはいはい。ありますよ。ありますよ。ありますよ。ピッタンコ。ピッタンコじゃないですけど。ピッタンコはなかったけどね。ニアはあるか。あります。あります。はい。教えて。いきましょうか。ニアピッタンコショー、どれでしょうか。どうぞ。生姜茶。あー、えー、やったー。マジかよ。生姜茶。もう僕は本当やっぱどの方もそうですけど、みんな喉のことを考えて考えてくださいましたよね。それやのにお前がマカロンって言うからわけわからない。間違いない。一番喉にへばりつくやん。ニア来ると思わなかったです。そうです。じゃあ今言った中でこれだけは絶対ないなって。ないやつ言って銀だこ。あ、井上さん罰ゲーム。罰ゲーム。今日は一問です。今日は一問です。銀だこです。銀だこ、しかもネギのやつな。ネギのやつ一番喉詰まるもんな、ネギ。ね、でもネギはいいんですよ。ネギはネギやね。銀だこが、銀だこ、たこ焼きは、あの、あ、やば、夜みたいな。やばいやばいやばい。やばいやつじゃん。え、何があるんですか。あ、絵の具か。まあこっちあかんと、この後絵の具飲ましたらまずいでしょ、さすがに。絵の具じゃないか。すっごいやするこれ。かわいそう。ほんと、ニヤキネギ。絵の具飛ばしたやつですか。しかも井上さんダメなのに。そうだよ。これ、臭い。横行ってやばい。何茶だろう。何茶だろう。罰ゲームの量じゃない。茶じゃない。うん。相当入ってるよ。イソジンかな。イソジン、イソジンやばいし、イソジンのもやばいですよ。皆さんどうぞ。ちょっとこれ半端じゃない。喉整えてますね今。水流し込んで。喉整えてるよ。喉整えてます。はい。うえ、これまずい。そんなに味わって飲めるの。赤い。うわ、今飛び出ましたよなんか。ああ、何これ。何？これ何？ああ、
ち上がった。あーこれあかん。完全に立ち上がって。唐辛子か辛い。あーあータバスコちゃいますの。タバスコなんやろ、わからん。辛い匂いがする。痛い。すっごいんですよ。あ、なんだこれ。これ辛ジュースだ。いや、あーあ、酸っぱ、特製酸っぱ辛ジュース。これはすごい、匂いがすごい。酸っぱさもあるんですか。酸っぱいのと辛いのを混ぜて特製ジュース作ったんだ。MBS 特製のこれはあのじんわり、いや、一応嫌なやつ。あの直で来ないやつだわ。後からじんわり嫌なやつ。うんで、明日も嫌なやつ。これあの明日も嫌なやつ。残るんですか。そう、便出す時に粘膜痛いやつですか。粘膜攻撃、あのケツが辛くなるやつ。うわー、ケツ辛ってなるやつ。一人全部飲まなかった。辛ってなるやつですよね、ケツ辛。うん、いや、もう飲みましたよ。うわ、これ全部飲まないといけないんですか。そりゃそうやね。全員やからな。全員や。相当量あった今。だから俺全部飲んだよ。罰ゲームと違うもん今量が。ラジオやのに。ラジオなのにまた伝わらないドリンク。そうなんですよね。お腹痛い。早いな。こういった顔の表情が一番大事だと思うんですよ。そうなんです。リアクションが大事なのにラジオだというね。この斬新さでございます。絶対飲ますからな。うわ、そうですよ、皆さんもね。怖い怖い。間違ったら飲んでいただきますからね。まあ、まあ、でも俺もうちゃんと当てるからな。そう、ちゃんと当てていいの。面白くないから本気出す。そもそも、そもそもちゃんと当ててください皆さんね。そうですよ、当たらないんですよ、こういうことやってたの。シュッシュッシュとか言ってる場合じゃないです。翔太のこと分かりますか。分かりました。ちょっと待って、ほんまシュッシュよりか。ちょっとシュッシュだから喉、喉に使うでしょ。まあ喉には使いますね。銀だこ関係ないですもん。たこ焼きが一番無理よな。たこ焼きいらないですね。うん、いらない。じゃあ天つゆつけるやつやで。それを知ってた上でできてる。さあ、というわけで翔太の好きなもの分かりましたでしょうかね。はい、一番嬉しいのはマカロンですから覚えててください。マカロンね。さあ、というわけでございまして、以上ぴったんこ感覚でございました。バイキング小峠です。 MBS ラジオからあっぱれやってます。弱なったな。さあ、というわけでお便りが届いておりまして、はい、東京都のペンネームたてそとさんからですね。バイキングさんのネタに、はい、自動車教習所のコントありますよ。ありますね。まあ代表作ですよ。ええ、うん、ぜひ小島ことコントに挑戦してみてはいかがでしょうかっていう予想が今お便りで来てまして、たてそとさんと。いやいやいや、僕は別にいいですよ、自分のネタですし、うん、構わないですけど、うん、その小島子ちゃんが、うん、小島子ちゃんもあんまりこのネタをしたことはない、もちろんないしね。ないですよ、うんうん、なのでちょっとここは自動車教習所のコントのネタをちょっと、うん、小峠さんとね、本人とコラボできるっていうのはなかなかありませんので、自分で言うのもなんだけど、これキングオブコントというコントの大会の時に優勝したネタだからね、これ優勝作品と言ってもいいですね。すごい。そうだよ、いいじゃん、いいじゃん。そうですね、やってみよう。ちょっとお願いします。小島子ちゃんもキャラになりてて、ね、ちょっと初めて見て大丈夫かな。大丈夫大丈夫、よし、うん、いいですか、はい、はい、普通にやればいいんですよね。敬意を払ってね。ね、もちろんネタに、あの、ダラダラせんといてね、なんかもちゃんとこう日本一のネタをやるっていう、わかりました、感じでね、はい、はい、アイドルなんで、で関係ないからね、AKB なんで、関係ねえよ、できますよっていう意味で、ああなるほど、AKB なので、なん、お、いいよ、いいよ、AKB いいよ、AKB いいよ、AKB いいよ、さあ来い。さあ来いということですね。なんで俺が来いって言われる。俺のネタだよ。なんで俺こう自分のネタ来いって言われるんだよ。来いと言われてないよ。俺が書いたネタっすよこれ。なんで俺が来いって言われるんだよ。どうぞどうぞ、行きましょう。いやいいよ、自動車教習所のネタです、どうぞ。まあ、違う違う、あ、私から、小島子ちゃんから、はい、この教習所懐かしいな、何も変わってないな、あれ、あそこにいる人小峠先生かな。すいません、小峠先生ですよね。はい、やっぱりそうだ、覚えてます、私のこと。あ、覚えてないね。ひどい、私ですよ、みんな笑顔にさせちゃうぞ、キラキラ輝くスマイル番長、小島子こと小島まこです。なんだこの台本。いやいや、ここ教習所だよ、あんまないでしょそういうの。そうですかね。あ、それよりね先生、私この学校にめっちゃ思い出詰まってるんですよ。珍しいタイプだね。どれぐらい前に帰ってたの。18年前です。いや覚えてるわけないよね、よくその感情狙ってきたよね。あ、じゃあ先生、西野は覚えてます。誰だよそいつ。
あの教習車6台玉突き事故の西野ですよ。あの西野か。覚えてるんですか。忘れるわけねえだろ。エアバッグが息に6個出たんだよ。お餅みたいだったよ。風の噂で聞いたんですけど、あの子毎朝浅いヨーグルト食べてるからお通じがいいらしいんですよ。なかったよこんなの。ちょいちょい変わってんの。どうでもいいね。どうでもいい。実は私免許取ったら石焼き芋屋になりたかったんですよ。そう、石焼き芋お芋ってねえ、ねえよそんな、そんな西村がてへなんか言うわけねえよ。なんて言えばいい、これなんて言えばいいのこれ。てかあんた結局これ何しに来たんだよ。実は私マリカ感覚で運転してたら免許取り消しになったんです。なんだマリカ感覚ってなんだよマリカ感覚、知らねえ単語が入ってんの。なんだよマリカ感覚って。ざまあないざまあないね、ふぅざまあない、ふぅ。なのでこの学校でまたお世話になります。よろしくお願いします。できれば他のとこに行ってくれないかね。どうもありがとうございました。素晴らしいですね。いや非常に何ですかこれ、マリカ感覚なんて言うんですかね。ちょっと待ってください、マリカ感覚ってなんかマリオカートと同じ感覚です。わかんねえよそんなの。マリカ感覚っていうのマリオカートのことを略してマリカ感覚。わかんないです、さすがにマリカ感覚さすがにって自分で書いたやつ。いやいや書いてない、いやあの毎朝浅いヨーグルト食べてるとか入ってないですよ。これでよく洒落たフレーズ入れないですよ。これの日本一、違う日本一になってないんですよ。すごいすごい、おっさん二人でやるコントで浅いヨーグルト出ないよこれ。フレーズでいやちょいちょい変わってんだよね。石焼き芋お芋てへっていうの可愛いね。いや可愛いよ、可愛いけど、あの西村はやっぱ相方てへとか言わないですから、ハゲたおっさんてへとか言ってほしいですね。いろいろ変わってましたびっくりしました、ね、こういうネタっていうのはどれだけに思いつくんですか。いや思いついてないんですよだから。朝ヨーグルトとかよく知ってます。いや思いついてないから驚いてんだよ。いや最初はね普通にあの、うん、ネタをね文字って、はい、あのその通り包んでましたけど、うん、あのこのキラキラ輝くスマイル番長ぐらいかちょっと怪しいなと思って、うん、私のキャッチフレーズです。まあそう、これも全然ね別のネタですね。ここが僕がちょっとよくわからないんですけど、うん、私この学校にめっちゃ思い出詰まってるんですよ。珍しいタイプだね。どのくらい前に通ってたの。18年前です、うん、覚えてるわけないよね。よくその感情を狙ってきたよね。これは何、うん、ですか、ね、これはだからどういうことなんですかこれ。それはもうネタのダメ出しと捉えていいですか。これは僕らのネタ原文そのまんまですけど、原文そのまんま自動車教習所なのに高校の母校のような感じで来たから、そのどれぐらい前に帰ってたの。18年前です。覚えてるわけないよね。いや覚えてるわけないじゃないですか。そうですかね、はい、覚えてるのかなと思ってしまったんですいませんでした。でそれはもう、言い方に反省が見えないですけどね。まあ、どうですかリーダー、この自動車教授ご存知でしたこのネタ。いや、やっぱすごいですよね。コントン学校じゃなくて自動車教習所あえてぶつけて、うん、そうなんですよ、ね、でエアバッグが6つでなんかクロワッサンみたいだった。いや出てないです。出てない、はい、なんかで出てない、風船がどう出てない、クロワッサン出てこないですよ。出てこないですよ。エアバッグ出てきます。エアバッグが出て、はい、シュークリームみたいだった。出てこない、そんな可愛いおっさん格好のシュークリームとか出てこない。ソロバンって言ってました。ソロバン出てこないですね。ソロバンどこで出てきました。車輪がソロバンとかになってました。出てこないですよそんな。いやそのだから7つでも5つでもなく6つってとこが。いや数はそんなことだ。でもバーッしまった時に7つとか5つって読むの6つってこうやったのが。いや違います、すぐ6つです。センス。一発目から6つが出ます。6つってやっぱセンス。センス。いやセンスじゃないです。別にそこの数はそんなこだわってないんですよ、うんはい、俺30とか言っちゃうもん俺なら。あいや30出ないですよそんなの。6台玉突きに対して30個のエアバッグって言っちゃう俺はね。いや別にそれそれ、はい、言っちゃうから。日本一のコントですよこれ。だからすごい、ね、日本一になったコントです一応。だからすごいよ。いやいやみんなすごいって言ってます、はい、翔太いかがですかこの自動車教習のコント。あすごいですね。黙るんだよ。、うん、何がすごいんだよ。一番面白かったとこどこ。玉突き事故のとこです、うんうん、なんで同じこと言うんだよ。他にあっただろうよ。2ページ分あるんだよ台本。そう長かったですね。でも3人で揉めるとことか面白かったよ、ね、うん、うん、
3人じゃない、2人しか出てこないですよ、これ。いや、でやっぱトリオじゃないんですよ、我々。登場人物が共感が出てきて、そこに共感すると最高めっちゃおもろい。そうしょうもないですよ。共感に共感。いや、そういうことで。めっちゃうまいですよね。いや、そんなんなかったですよ。共感に共感する爆笑みたいなとこなかったですよ。いや、ただ共感が出てきただけです。はい、そう、わかんない。そんないじられるようなネタでもないんですけどね、これ。ね、そういう芸人がね、これ一回戦落ちただったら分かるんですけど、優勝したんですよ、優勝したんですよ、これ。歴代最高得点を、ね、得点で出したネタですよ、これは。そうですよ。なんて日だはやんないよ。なんて日だはね、あの次のもう一本二本やるんだけど、二本目でなんて日だをやってんだ。なんて日だが見たかったな。いやいや、そのスタッフさんに言ってください。なんて日だ。うん、なんて日だ見たかった。なんて日だ今日は。なんて日だ今日は。いや、そんな連呼するやつじゃないよ。連呼しても何も面白くない。なんて日だ。いや、そういう使い方も違う。そういうコーナー設けたらええのにって最初に言ったのに全然そこは指導しなかったですね。なんかなんて日だって思うようなことを。ありましたよね。そうそうそう。それはゼロツーなんですけど、万円和尚だけはもう山のように来た。いや、もう万円和尚はもういいですよ。万円和尚もうやめましょうよ、マジで。万円コントどうですか、ちなみに。なんすか、万円コントって。なんか朝もあるみたいな感じで言いました。なんすか、万円コントって。マンコンね。ギリギリです、井上さん。マンコンとかの。バカじゃない。喜んでる。うるさいな、お前。バカじゃない。バカじゃないでしょ。万円コントです。なんでお前が一番喜んでんだよ。ほら、私たちは分からないですよっていう顔してくれてるんだから。どんだけ喜んでんの、おしょ。うるさいな。バカじゃねえしかねえんだよ。今日一の笑顔なんですよ。怖いですよ、ほんとに。そうですよ。うわ、翔太も一番見られてますよ。うるさいね。いや、俺のは遠いものは縫ってる。休み時間ちゃうね。ほんとだよ、もう。中学校の仕事中なのよ、ほんとに。まにまた今度ね、あのお便りでね、万年コントでしょ。うん、あのコントやりたいっていう方送ってくださいね。あの小峠さんやってくれますんでね。ちゃんとしたやつね、ちゃんとしたやつやったらやりますよ。なんて日だがいいね。なんて日だもね、次はなんて日だやりたいね。ちゃんとしたやつやったら、ちゃんとしたやつやったら。ちゃんとしたネタ見たことある、バイキングのネタ。バイキングの面白いよ。なんて日だ見たことある、マジで。いや、あ、マジでマジで見たことある。いやいや、わかる。ありがとう、ありがとう。それコントよ。あ、見たことある。なんて日だっていうだけじゃないんだ。そうなの、みんな勘違いしてるけどね。ギャグじゃないんだからね。ギャグじゃないからね、あれネタの中で出てくる。そうそう、ネタの中で出てくるんだよ。あ、知ってる知ってる。ショート見たことある、バイキングのネタは。ないんだ。ないです。一回見てみな、ほんとに。あ、でも、見てみます。うん、何の時間見てみます。あんまり覚えてはないけど、すげえ面白かったのを覚えてる。じゃあそんな面白くなかった。じゃあ面白かったけど、あんま記憶に残って。じゃあ面白くないんだよ。すごい笑った。そう、なんて日だみたいな。なんて日だ、なんて日だ、なんて日だ。女子2つで連合してやってないの、2人。とりあえず、もうとりあえず面白い。なんて日だ、なんて日だ、なんて日だ、なんて日だ。楽しい。この女子二人どうなってるの？めっちゃ楽しい。美味しくねえよ。卵まずいよ。ここの。ここのはね。ここのはダメ。ここの養鶏場、卵まずいから。野放しで育ててないからね。籠が狭い。普通のお便りもね、どんどん送っていただきたいと思います。あさきます。やらまくアットマーク MBS1179.com までじゃんじゃん送ってください。ではここで一曲お聴きください。青井翔太でメロディア。明かりをつけて今強く生きるために探してる僕たちのメロディー、指でなぞって形にして行こう。AKB48 の小島真子です。 MBS ラジオからあっぱれやってます。リーダー、エンディングでございます。あ、もう早いですね。早っ。なんかね、あっという間。犬屋さんともさっき言ってたんですけど、7人体制になってから早いんですよ。早いですね。席も変えてっていうようなくだりも、もうだからいつの話やったかっていうぐらい違和感もないんですけど、この席。あなた一番ね言ってたのに。
そうですね、あ確かにね、関翔太さんの座ってる7番の席がいいって言ってたのに、ね、ちょっと早かったっすね、自分が一番結局そうですよね、いいんですか、この席でよかったんですか、普通にやりとりして、ちょっとこの席ちょっといいかもしれないですね、ねえ、ほんでキラ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 笑って、いや今日一番折れてて、ほんまに一番はっちゃけてる席がここですけど、いいですか、ね、いやとりあえずあのそうここはいいかもしれないですいい席ですね、ここはね、そうです、こうやって女子2人が見えるっていうのがいいですね、これなんか、なんかいいんですよ、おや、うんうん、なんかいろいろね、女子のその空気も違う違う、そういうのじゃなくて、ね、引いてるとか、これオッケーとかが見えるから、これはコントだな、うん、何ちゅう目してんだよ翔太なんだその反抗的な目は、ね、嫌ですよね、そんな目で見られたら、違う違う、そういう目で、いやらしい目じゃないよ別に、そういう目じゃなくて、ちゃんとその男子がだけが面白いのか、それとも女子も含めて面白いのかっていうのをチェックできる席ですよって言ってるだけであって、別に仕事の話ですじゃあいい席なんですね、いい席、うん、ここで、うん、仕事の話、翔太もね見れるからね、うん、そうそうそう、いいですか、そうそう、翔太は翔太で普通にあそこの席取れたからよかったと思って結果ね、うん、ゲット、うん、すごくいいですか、一番会社のリーダーやからね、元に戻ってきた戻ってきましたもん、リーダーが小島子ちゃんの話を止めてまででも席替えするぞって言ったのに戻ってキャラキャラ笑ってるんですよ、やかましいわみたいな、そう、どうでもいいんじゃん、どうでもいいんじゃん言いましたね、席替えじゃ席替えよって元の鞘に収まる元鞘っていう、元鞘でもそれで一番楽しそうでしたから、まあ、まあ、嬉しくいきますね、ここでですねリーダー、お便り来てまして、来ました、先週の最後の方にですね、いろいろ和尚さんのお話が出てきましたけど、万円和尚というのが、はいはいはい、もう早速来ましてね、やったー、ちょっとマジ、ちょっとマジかよ、はい、教えて万円和尚ということで、大阪市のペンネーム神戸ジャンクションから来ましてですね、はいはい、万円和尚様こんばんはと、僕はお酒が好きで、ついつい飲みすぎてしまい、周りに迷惑をかけてしまいます、酒を抑えるにはどうしたらいいでしょうかという、これはやっぱり煩悩ですから、やめられないんだよ、まあでも詳しい状況がまあ書いてないけどね、そうですね、まあお酒の席もねたくさんあるんでしょうけど、やっぱり行くとねどうしても抑えられない、うん、もう好きなんでしょうね、お酒はそもそも好きなんです、和尚どうですか、そういう時はですからですね、口に入れるから酔っ払っちゃうんですよね、お酒を、はい、なるほどですね、そうそうそう、はいはい、だからそういう根本からで、だから毎回頭から浴びるっていう、頭から浴びるっていう、和尚お酒が好きすぎて飲むんじゃなくもう浴びる、浴びる、浴びる、そう、あまるで植物のように、そう、うん、まるで植物のように浴びる、何よ、うん、っていう説もあるんですけども、説もあるんですけども、してないから、まあお酒が好きで好きで仕方ないですよね、迷惑をかけるっていうところ、周りに、なのでちょっと飲み癖が悪い、酒癖が悪いというか、人に当たったりとか、いい酒ならね、はい、いい酒ならこの人も悩まないんですけど、一人なら浴びてもいいんですけどね、周りにいるからちょっと浴びれないですよね、でさらに周りに迷惑かける、そうですね、ちょっとね物に当たったりとか、まあそういうところも口が悪いとかなるんでしょうね、お嬢、こういう時どうしたらいいですか、そういう時はですね、まあだいたい居酒屋とかだったら、まあ瓶ビールじゃないですか、まあジョッキとかに入ってるんですよね、まあだいたいジョッキですけども、まあ瓶ビールでしょう、うん、はい、そうですね、それをもう瓶ビールだったら、口の部分をこう持ってパーンって割るんですよね、瓶を角にぶつけてパーンと割る、パーンって割るんですね、よくドラマで見るシーンですよね、そうそうそう、パーンって割るんですよ、でその瓶の先っぽがこの尖ってますよ、尖ってギザギザになるね、鋭利になってますよね、危ない危ない、それをまああれですかね、自分の手にこうバンって手の甲に、甲に、はい、やりそうに見せかけて、はいはい、はい、やらないんですか、パーをですよね、というのはちょっと面白い、パオとは、僕はもう新参者なんでちょっとパオがよくわからないですか、手の猫、ね、に刺しそうに見せかけて、みんな引くでしょ、笑わないと、やべあいつやばいぞってなった時に、パオですよね、ちょっとエコーかかる、ちょっとかかりましたよね、語尾が、あ、そういうパオってすることによって自分を抑える、抑える、冗談ですよっていう、そういう説もあるんですけどね、そういう説もある、もあるんですけどね、だけどそういう説もある、でも一番の、うんうんうん、一番でしたね、あれはですね、我慢する、うん、なるほど、ね、神戸ジャンクションも、ジャンクションさんですね、神戸ジャンクションさん、我慢するということでよろしいでしょうか、うんね、神戸ジャンクション、はい、分かりましたかね、
なんかどぎつい質問受けますか、もう罰してね。いやいやいや、別に。ちなみにこのままでいい。お酒はどう？いやいや、僕は飲みますね。飲んで浴びるほど飲む時あるじゃないですか。浴びるほど飲む時ありますね。でそういう時っていうのは大体ホテルに戻られるんですか、それともあの自分僕は自宅に戻りますね。自宅、お自宅に戻るんです。はい。自宅はどちら？ちなみにですけど。自宅はあの恵比寿にありますね。はいはいはい。恵比寿って言っても広いですけどね。恵比寿って言えば和尚の家にたどり着くんですか？いや、たどり着かないですね。例えば どういう風にあるんですか？恵比寿までって言って、なんて言うの？恵比寿って言う。長いやろ。早い早い。木魚木魚まで行ってくれって言ったのね。何号室ですか？それはまずいよ。それはまずいよ。そこまでのことは言ってない。違う違う、そこまでのことは言ってない。何木魚？そこまで言ってないんだ。さっきのね、俺のあの説法がダメだったから、それに対しての謝罪の意味での俺は言ったんだ今。何木魚まではさすがに言えない。木魚室でお願いします。木魚室。それはもうダメです。木魚室はダメです。何なら何木魚室で。それはもう木丸。これ東京流れてない。木丸。ちなみに東京流れてないですもんね。ちなみに和尚が今までで使った飲みの金額で結構いったってあります。あ、僕でもそんなですよ。そんなないです。後輩ももちろんいるじゃないですか。でもそんな大したことないです。もう何目標？六目標ぐらいじゃないですか。そんな奢っても、まあ先輩と飲むことが多いんで、まあ六目標。一軒ですね。でまだにでも二軒三軒で行かないですか。あ、待って、十ありましたね。十目標ありました。だから十ありましたね。十。じゃあ二軒目行ったら。じゃあ全部でトータルすると15目標。一晩でさすが500目標。違うね。そういう時は一番先輩が和尚なんですか、万円和尚なんですか。やっぱり15目標出した時はやっぱりそうですよね。うん、まあまあそうですね。上の先輩がいたら出す。そうそうですね。でだから後輩が和尚をタクシーで乗るまで見送るってことですか。いや、どう、まあ、そうですかね。タクシー乗られるわけですね。タクシー乗りますね。もちろん、その運転手に何て言うんですか。乗ってどうするんですか。何て言うんですか、その運転手に。例えば。乗ってから。まあ、恵比寿まで行ってくださいって言いますね。いや、恵比寿さん広いね。恵比寿さん広いね。はい。何て言うんですか。何やろ。まあ、出てみます。それは、木丸何行室。木丸何行室。いや、これ、合室までこれ言ったやつって言うの。あのこういうラジオでかつて合室まで言った人かつていないですね。かつていない。これ言ったら丸は確定なんですか。木丸言うて、これもし言ったらどうなるんですか。多分郵便ポスト木魚がいっぱい入ってる。木魚が入ってる。郵便ポストに木魚がいっぱい入ってる。誰かが外に待ってるかもしれない。六本木とか和尚は行かないですか。六本木はあんま行かないですね。まあまあ誘われたら行きます。主にどこに行くんですか。主に恵比寿が多いですやっぱ。恵比寿住んでるんで。そうですね。推しは誰と飲むのが一番いいんですか。その後輩なんですか。いや、僕は先輩が多いですね。先輩ですね。女性はどうですか。女性と飲むこともありますよ。二人で飲むこともありますよ。最近飲んだんですか。いつですかね。最近女性と飲んだのですか。何芸人木魚ですか。芸人木魚。相手がね。相手が。芸人木魚はないです。一般の方です。一般木魚。一般木魚。いやいや、一般木魚。芸能人木魚。受付木魚。ノーマル木魚。受付木魚じゃないです。OL木魚です。OL木魚。OL 木魚。OL 木魚。どこで知り合うんですか。OL 木魚ってだって。いやいや、別にその普通の。飲み会とかで知り合いますよ。エルモですね。エルモ。エルモじゃないです。エルモじゃないです。どういうくくりの。エルモじゃないです。エルモ系。うん。エルモ系。何。どういうくくりの一般木魚なんですか。どういう仕事とか。読者木魚。いや、違います。読者でしょ。全くの。普通の働いてる方ですよ。読者ですね。なんで知り合うんですかって。OL の人と。そう。飲み会とかですよ。20… 合コンってことですか。合コンですね。二十何目標ぐらいの。20何目標。ああ、いや別に今27目標とかじゃないですか。後半目標。はい。そんな若いのはじゃない。いや別に若くてもいいですけど、別に何でもいいですね。何でもいいっていうかあれだけど、あの年はね別に上でも下でもいいですよっていう。気にしないお店あるんですか。おしょ、この女性の時こう、女性の時はここの店みたいな、女性と行くならこの店みたいな。決まったね。まあなんか行く時はありますけどね。ちなみになんていうお店ですか。
あ、行くんですね。はい、あ、そうね。頼むもの決まってるんですか、もう。お塩。頼む、決まってますね。何も、何木魚頼むんですか。何木魚。木魚は頼む。大根木魚。大根木魚はないです。トマトのおでん木魚頼む。何それ。美味しいのがあるの。初めて聞いた。出汁結構しっかりと思うように。そう、美味しいですよ。美味しそう。美味しい美味しい。旬出るやつですね。それを一般木魚と食べるんだ。ねえ。知り合うことが翔太あるんだって、一般の方と。翔太あるか、一般の方と。なかなかないだろ。ないですよ。和尚に相談しなさい。そしたら漏れなく和尚が一般の方紹介してくれるから。本当ですか。そうよね。OL の方とか。健全な飲み会だからね。なんかその変な意味で捉えてる方多いかもしれない。普通のね。普通の飲みだからね。楽しい感じ。お酒飲めんの。そうそうそう。お酒僕。檀家さんとね。檀家さん。最近覚えましたよ。あ、最近覚えた。最近覚えましたよ、お酒は。あ、そうだ、言ってたね。サングリアが。そう。サングリアね。そうですよ。じゃあじゃあちょっとね、和尚たまにはこう翔太さんとかも連れて。お酒教えてくださいよ。教えてあげないよ、翔太。翔太モテるからダメだ。え？あら、翔太モテるから。お塩そこがあるんですよね、縛りが。もともとの目標が違うんだよね。縛り。まず毛が多いよ。だから自分より劣ってる後輩を連れてコンパに行くのが。そう、基本薄毛だよ、連れて行くやつ。このメンバーだったら河本さんしかいない。薄毛で勝負する。いや、薄毛や言うて。薄毛ではない。お塩よりあるやろ。薄毛のやつやとダメだよ。そうなんだ。薄毛ってもういないじゃない。限界突破。なんだ限界突破。限界突破で。リミッタが頭皮の限界。リミッタカット。リミッタカットです。今週もお塩のありがたい。いやー、ありがたいよ。これダメですよ、このコーナー、マジで。ありがとうございました。ちょっとこれも良くないですよ。身を削りすぎというか、結局何なんだっす、パオで終わりと。いや、あのパオはちょっとさすがにね、僕は申し訳ないと思ったんです、本当に。はいはいはい、はい、なんかその反省を踏まえて僕は言いましたけど、マンション名をね、マンション名をね、マンション名まずくないですか。全然だって何丸何個とか言ってないもん。それはまあまた来週皆さんに聞いていただきたいね。ずっとポクポクなってたんで。いやいや、そんな処理してました。あの木魚処理って言うの、マンション名の時だけポク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 ティーじゃない、ティーじゃない、ティーじゃない。じゃあもうね、何でも言えますね。ただね、どうだろう、スタッフがやったことないので、マンション言った後に木魚が流れるから、バカ野郎のスタッフに。マンション名言ってからチーンかも。マンション名言ってからチーンは終わった。音が終わりって言うと。終わったな、それ。またお願いします。ありがとうございます。よくないよ、このコーナー。ということで、お時間です。お相手は城島茂と、城ヶ城小本と、井上と、バイキング小峠と、青井翔太と、川北麻友子と、小島真子でした。それではまた来週。さよなら。